いや、まあ、ぶっちゃけ本当に大丈夫って思うときあるよね。なんだよ、何がですか？誘ってもらってる立場だけどさ、何がです体壊か？さないか心配になるよ何ね。がですか？体はもう壊れてるんですよ。ああ、なるほど。もう頭も壊れてると。頭壊れてないもん。頭は正常だもん。でも多分ね、真面目な話ね、あ、ほら、なんか、風神さんか、ここにない人の話が、名前勝手に出すとあれですけど、風神さんがなんか、TRPG とかのおかげでなんかめっちゃ明るくなったって話したじゃないですか、前。わからんでもないなと思って。なるほどね。絶対俺 TRPG やってるせいで情緒不安定っていうか、感情の、良くも悪くもメリハリがつくようになっちゃって、なんか、なるほど。カチッカチッカチッってなっちゃって、それはね、ちょっとね、俺も最近危惧してるとこっすね。薬物検査引っかからないでね。自分で見てて、なんか動画とか見ててたまに怖く感じるもん。なんかさっきまでなんかすげえでけ声で「殺してやるよ!」とか言ったのに、「はい、ではルール説明しまーす」とかスッスッて。なるほどね。次来るかなー。あ、了解でーす。ああいう切り替えメリハリって大事ですけど、怖いっすよね。いや、だから見てて、俳優さんとか特に海外の役者さんでもさ、役にはまり込んじゃって、やっぱ精神的に来る方はいらっしゃるみたいよ。あー、らしいっすね。特に海外系だとよく聞きますね、なんか。そう。日本でもやっぱり厳しいんじゃないかな、結構メンタル的な。ワンパ。あ、そうな。日本はあんま聞かないイメージあるけど。あ、青しあったよーい。ただ武器がねえな。青しはあるが武器がねえな。青しはあるが武器がねえな。それは知らない。青しはあるが、武器がねえな。武器。ハボックかよ。ハボック強いんだね。ロングボウ。いや、ハボック所定、俺、ただでさえパニクりやすいから、ハボック嫌なんですよね。絶いや、対これも後手にね、回っちゃうか正直ね、初手ハボックはね、初手モダンがいい。絶対後手後手のみの後手能力者。初手モダン絶対強いからね。猫シーン近づいとこ。1パーティーだけでしたっけ、来てんの。ここフリー。はい、了解。弾的に、ロングボウ嫌だから、ロングボウ変えとこ。ロングボウ使えるようになりたいなっていうのはあるけどね、難しいんだよね。うわー、嫌やんな、そのスナイパー。G7 スカウト十分だよ。なんか G7 スカウトはシーズン5だったかな。その、おっと、来てるわ。はい、猫シーン来てる？来てるね。俺のとこいるわ。はい、もう答えてあげる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 。これ、回復だけする。こっち見とく、見とく。オッケー、オッケー、オッケー。リングまであと少し、残り10秒。中にいました？ここいる。挟み撃ちします？何人いる？いや、2人。2人か。回復して、見とくから。ここにもいるわ。ここにもいるわ。やった。ナイス。奥さん来てる。待って、ここ。ジェミスな。来てる？いや、ブラハ。ないね。ここの端っこにいる。逃げてもいい、逃げてもいい。全然逃げてもいい。逃げるのか。ナイスナイスナイス。奥さんできてるね。ちょっと回復する。奥さん、向井さんの方に行ってる。わお、クソ、やれた。こういう、こういう。頑張ってー。ナイスー。味方さすが、やっぱそのウルト強えな。ナイス味方。ナイス。ナイスです。ナイスすぎー。マジナイス。助かるー。強いもん。しょい。最強。ネメシス2回よ。ペニキでやった。まずペニキで回復しとこう。何の音これ。え、なんか投げんかった。バゴーンと落としたけど。なんかバゴーンとしてる、なんだろう。まあいいや。さすがにモザン1丁じゃきつかった。モザン1丁だったのかよ。モザン1丁。モザン1丁だったのかよ。そりゃきちいわ。きちいね。絶対的にきちいわ。よう生き残ったな。いや、それこそね、モザーの威力ですよ。エルスターに変えてこう。
よいしょ。で、拡張エネルギーつけちゃおう。これで最強ですわ。勝ったわ。いいっすね。勝ったわ。エルスター最強。最強っす、最強。最強っす、最強。あー、まあ、が欲しい。最強っす、カパーン。悪くない。悪くないぞ。ストックは6倍出てきてません？ん？スナイパーストックは6倍来てません？スナイパーストックは6倍見てないね。はいです。あとフェニックスキット、俺 HP 回復忘れて危ないね。危ないところだった。危ないところだった。いや、本当に危ないところだった俺なんだよ。回復するの、移動するの、ちょっとね、遠かったっすね。あれでやられたらやばかった。セルだけは持ったさんと戦術でやから。なんでこいつは6倍持ってねえんだよ。こんなもんでいいかな。セル。じゃないっすか。ここ持っときゃ十分だろ。さあ、エリア方面にレッツローピョーンと。よいしょ。ゲーム内でもなんか落下するとき俺ふわって感覚なんですけど、それ俺だけっす？ああ、私はそれないな。ないんだ。ない。ああいうの見るとなんかふわーってなっちゃう。落下するとき。ああ、なるほどね。あんま長距離落下好きじゃん。最近私それ VR で経験したよ。VR は絶対なるな。そう、あの、ふわって言うんじゃなくて、こう、ぶつかられたやつなんだけど。ああ。だからリフトで人死んじゃった感覚が、そうそうそう。あれ、ビクトラさん大丈夫かな、相手と。大丈夫でしょ、きっと。きっと大丈夫。きっと名前さくらだけど、レブランっていう結構イカチーキャラ使うんやなってふと思っちゃう。多分男の人。でもさくらってさ、名前オーカってできるからね。かっこよくね。オーカ？オーカ。おう、あ、桜花って書いて。そう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 。なるほどね。桜、まあ男でも桜って名前って面白いけどな。シンプルがかっこいいと思うけどな。まだギリギリ、ギリギリ現代ではまだ女っぽいって言われる。そうなのか。ギリギリ現代では。ギリギリ現代では絶対子供の頃言われる。名前って結構言われますよ。そうだね。俺もあのもちろん当たりますけど、本名言えないですけど、あの、うん、まあ言わなくていいよ。本名結構個性的なんで俺も。あ、そうなんだ。そう、結構ね、ガキの声。ウェビアンチャンペンスプラペアン。マジか。イタピア、え、後ろから来てる。なんか。うわ、後ろから来てるやんけ。あぶね。嘘。ごめん、やられた。やられた。そうでしょう。ヘムロック。ヘムロだね。食らってんな。多分来るな、これ。これ来るよ、多分これ。来るね。食らってる。食らいながら来てる、これ。ちょっと俺爆弾でやれる。やった。もう一人どこ？あ、一人どこだ。俺の目の前、俺の目の前。あそこ。ここ。回復しながらでいい、回復しながらでいい、回復しながらでいい、回復しながらでいい。来てる。あ、やっぱやられるかも。俺の目の前、回復しといて、回復しといていい。割ったから、割ったから大丈夫。おい、冷静に対処、冷静に対処、ナイス、冷静に対処、ナイス。冷静に対処したらいけるんだよ。あ、ウィングマンあるじゃん。はい。ウィングマンできたらね。いや、もうこれは仕方ないね。よいしょ。よし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 。今の我ながらめっちゃ冷静な対処できた。よかったー。いや、本当に。いや、もう、カレーさん、パニックにならないじゃないですか。大丈夫っすね。じゃあ、アジエルよろしくお願いします。あ、そうっすよ。やっぱもう、本当に。じゃあ、アジエルお願いしますね。心臓痛い。心臓痛い、心臓痛い。心臓痛い。敵がさ、ウィングマン持ってるのに使わんかったのマジでウケるんだが。おー、舐めたんすね、完全に。あ、エネルギーちょっとあるわーい。舐めてるね。私たちのことを舐めてるよ。死ねと言うよ。我々を舐めてるね。安坂のマグトム。なんで？一つだけ取ってきます。一つだけ取ってくる、何を？使
スコープっすね。あ、了解。さすがに48ぐらいは欲しい。まあエリアが、どっちかっていうとエリア方向が大丈夫でしょ。ですね。ウィングマンかな。ハイネコシちょっとだけだけど、数センチ差が勝敗を分けるから回復しときうん。とりあえずここに来れたいときは、取れたはず、48ぐらい。あ、6倍やった。敵はこれあるよ。あーちょっとあエリア来てるからいいかな。よいしょ、脱出ー。てってこ。あれ敵に見えんのやだわ。やってんねえけど、あっち方面やってるね。ただエリアここなんですよ ね、 せやね。俺エリア方面で待つのが大事な気がするな。敵の方から向かってくるって文字通りなんだよな。わざわざやりに行くって思って、あ全然やでやってるって。あとパーティーなんですよね。やってるね。エリア的に、どんな感じ？わかんない。エリア的にグロータワーも入ってるのか。これ多分このなんかあの空洞っていうかあの穴開いてとかあるじゃないですか。多分この辺エリアだった気がするんですよ、俺的に。マジか。なんか新しいの降りてきたで。あ出たら出たら新しい。あれ撃てるかな？どっかでかけていい？スナイパーなら全然撃っていいと思います、この距離。はい。全然いいと思う。俺周辺離れない程度に見えますよ。外してるね、めっちゃ。次 TRPG で遊ぶとき当てた回数 ×1% マシャラ増やしていいよ。マジで？ちょっと頑張るわ。じゃあ 2% からスタート。え、きつくね？だって増やしていいよな。70。おい、はい、今 2% うわぁ、ちぃ、はい、2%、はい、今 2% 本来そんなもんなんだよ。マシャラつくの向こう、あれあと一発じゃね、あれ。えやろうやろう、やりに行こう、やりに行こう、行くぞ。やりに行こう、やろう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 。1キルにつきマシャラつ 50%。 おっと、頑張るぞ。過去こっから。でもいいのかな、俺はウィングマンだぜ。過去こっからね。いや全然いい、全然いい、全然いいよ、全然いいよ。これでチャンピオン取れたらマーシャルアーツ餌にしてチャンピオン取ったって、あの切り抜き動画あげるから。え、中かの外かの、どっちだろう。策的にいいんだよな。いた、あのグレード投げる、グレード投げる。うん、オッケー。こっちから行こう。あのガスもいるな。俺の目の前、俺の目の前。あんまりかっていい。めっちゃロンした、めっちゃロンした。やった一人、やった。おい、そっち二人。これ俺の目、これ俺のやつ。よっかよ、これかい。回復する。あれ、これチャンピオン取れたんじゃね。ちょっと、フラグ立てないで。相手ランパーといるんですかね、これ。惜しい。あ、やられた、ごめん。いやー、頑張ってほしいけどな。いやー、あー、申し訳ねー。惜しかったー。どんまい、こりゃどんまいよ。こりゃもうどうしようもねえよ、これは。その罪俺を受けるよ。じゃあ、ムカデさんが悪いってことで。腹を切ってお詫びします。誠に申し訳ございませんでした。10,000円で山崎18年と響き21年当たるってやばないか。山崎なん、何それ、だってウイスキー。へぇ、お酒、お酒。なんで、なんで、ならどうしようかな。お酒、
俺最近クリプト持ってるんですよ。キモいでしょ、この色のクリプト。この色のクリプトキモいでしょ。いいんじゃない、クリプト強いし。俺がプレイステーションで遊んだ時はクリプトはこのキモい色で遊んでるんですよ。なんかめちゃくちゃ目立つハイドに向いてない色、黄色と黒、スズメバチみたいな色。ボットです。さあ行こう、ボットアタック潰そう。ボットがチャンピオンになってたまるか。ボットアタック潰してやろう。手前降りるよ。あーマジで、氷面うっそ、氷面ヤッフー。じゃあこれ離れない方がいいな。バンパかな、こっち行かない。バンパ以上おるわ。真ん中行く。真ん中行きたいね。いいし、ここにいる。何か俺の目の前にいる。ミスった。痛いな、うん、下手くそかお前。やった、ナイス。おっとフィニッシャーしとくわ。うん、ちょっと武器だけ持つわ。マスティフか、いいね。よし、やった、ナイス。なめんなよ、ピーキーになるかんだよ。撃たれて撃たれて撃たれて、気をつけて。紫相手なんでこっちにもおる。別部隊マジ。俺の前にもいる。ごめん死んだ。あー3敗いたか。キリを取る。いやー強えー。いやーごめんやられた。見ろ俺を。人がゴミのようだ。俺を見ろ。殴り1キル。そこを見たところでな。ピーキー1キル。それはつまりどういうことか分かるかい？よ。つまりそれってのはそういうことだよ。あ、うん、早いやろうな。ちょ待って。早いわ。早いわ。もうちょっと気持ちよくさせろや。もうちょっと。もうちょっと。面白い。わし枠主。うん、知ってる。だとするとあんた客だからあんたを気持ちよくしちゃうもんね。あー、それ私が思ってるから誘った方を、あれか、誘った方を待ってたりするんじゃないかな。そうそうそう、実際大事なことだ、うん、それが一番大事。たまにね、会社の飲み会で誘う、あの上司が部下を誘うけど、あれ金払わせて自分の愚痴をグダ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 聞かせてるだけだから、ね、マジでくすぐと思うわ。いや多少は大事なんじゃないですかそういうの。まあだからそう、要するに愚痴をあんま言わないタイプの上司に付き合えばいいって話じゃないですか。あ、それはそうだね。それが真理。いや本当にそう、要するに愚痴を言わないタイプの上司と仲良くなるんですよ。なんか絶対俺愚痴言うよ。台無しだよ、台無しだよ。金自分が出すならって思っちゃう。もちろん割り勘の飲み会とかだったら絶対そんなことしないけど、自分が出すならっていう。だから多分ね、事前に言っちゃうと思います。もし俺がそういう立場だったら、うち聞いてくんない、あの金出すからさ。おお、この人すげえ。ダブハンスメアットだ。マジか。俺は多分そういう感じでいきますね。俺だったら愚痴聞いてくんないと、ね、金出すからさ、そういうやり方しますね。それやったら、うん、嫌われてほしいないけど、あの、おごってやってるからっていう正当化はできる。そうそうそう、建前があるよね。そうそうそう、正当化できる。なんだかんだ人の愚痴っておもろいじゃないですか。愚痴ばっか聞かされるとあれですけど、愚痴ってなんか人による。私は愚痴ってなんかちゃんとなんかその人もなんか、うん、なんだろう、ストーリー性があっておもろい。マジか、うん、結構好き。なんだかんだ愚痴聞いたこととかありますか、うん、愚痴聞いたり相談したり。解決できるかさってこと聞くのが思うんですよ。うんうんうん。いや、うちもその聞くことはあるってあるんだけど、酒飲んでわざわざ、なんだろう、金払って酒飲んで出口聞くのが。金払っては嫌だね。金払ってやだ、うん、それ絶対嫌だ、絶対嫌だ。俺もやめようっていう。愚痴を聞くこと自体はおもろいと思う。
先に言ったみたいにそうやったら割り勘で、まあ、あのカラオケでとか飯行ってとかそのカラオケだったらもうあの歌おうぜってなるカラオケで愚痴なんか聞きたくねえよって思う逆に我たまにあるよマジっすか、うん、あの後輩くん飯に誘ってでもこっちが聞くんだけど最近大丈夫かみたいな感じであ後輩のアフターケアは絶対言われるからねカラオケは歌いたいなだけで口言うようになると多分それ癖ついちゃうかもね多分俺酒で笑うあの笑い癖はつきましたから、ね、実際楽しくなっちゃう、ね、楽しくなっちゃう笑い癖楽しくなくても酒飲んだら笑うようになりますもんなるほど24か3倍欲しいです G7A/8 なので G7 系が欲しいですねああちょうど俺 G7 落としていいわヘムロックに帰るああだなアゾマス、アゾマス。ヘムロックも強いからね、一応。ヘムロック強いっすよ。ヘムロック強い、マジ強い。ヘムロック大好き。俺が使い切れんだけで。ヘムロック大好き。どうかな、ヘムロックを使い切るんですか。ちょっと噛んだからいいや。受験も受験も5個の擦り切れ。煽ってくんの。滑舌で煽ってくんの。受験も受験も5個の擦り切れ、海外水域のうんぬんかんぬん。あれ、カイジャリじゃなかったカイジャリでしたっけ覚えてすらないもんいや、俺も全部は覚えてないあれも覚えてるやつやばすぎるじゃんお経覚えてる方がまだいい、うん、友達ってお経言えるやついたな般若心経歌えるもんなんだけど、今さその、お経関係もさ、現代っぽくなってさだいぶそのリズミカルというかあのお経っぽくないお経になってるよね聞いててすがすがしいけど。神髄はあれっすよ。文章に意味があるから読むことが大事なんですよ。実はスピード関係ないんですよあれ。あ、そうなんだ。そう、読むことだからどっちかっていうとクソのろくてもいいから、うん、ちゃんとハキハキ一つ一つの文字を読み上げてる方がいいです。あれって。そうそうそう。あれだったらなんかお経のまあ普通のねそのテンポとかあるじゃないですか。そうそう、あの、うん、正確にはそのなんかあの、うん、お経の時って毎回そのなんかなんだろうな言い方はお構いなしによるとそのメインのお坊さん、うん、リーダー的なお坊さんが いらっしゃって毎回、うん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 、その人が最初に歌ってその音階を取るっていう人がいるんですけどその人に合わせればいいので、うん、その人のリズムを崩さなきゃいいのであだからあのそういう意味ではもうその人が速いリズムだったら速いリズムでいかないといけないし詳しいねはい詳しいですねで、一人でやったりするとき、一人だけで歌ったりするときは、できる限り、息継ぎするときとかも、うん、息継ぎごまかしてそのまま歌うとかあるんですけど、うんうん、あんまりそういうことはせずに、息継ぎしたらちゃんとそこで止まって、もう一回言い直してってことはするんですね。うん、本当に詳しいね。そうそうそう。まあ、日本人ですから、これは。あ、うん。一度は、まあ、我は悪魔なので。仏門のものですあなた、ムカデ人間じゃなかったっけムカデ人間って言うな、これどっちよって人間ムカデなんだよ、こっち人間なんだよ、こっちあ、じゃあ元男だっけムカデって名乗ってるだけで人間なんだよ、こっちらダメんな、俺ムカデ人間かっこよくね十分ヒューマノイドじゃムカデ人間何もかっこよくねえわえ、外国格とかめちゃくちゃかっこよくないそう、ムカデ人間って言われると あれしか出てこないのあの映画うん、あれしてこないの、世間一般にはあムカデ人間って喋るとそうなんだどうだよムカデ人間それぐらいしかねえからだよムカデ人間でな、せめて人間ムカデって言えるんだよせめて人間ムカデじゃん外骨格人間外骨格人間はそれ何でもいけるからさ、虫系、うん、テラフォーマーズの登場人物大概全員そうだから外骨格人間だからいや最高だよな、テラフォーマーズテラフォーマーズは第1回っていうの1回あの稼いってクソボロ負けするやつだったんですかはいはいはい、はい、あれだけ見て終わりましたねああまあそれはしゃあないねあいや正確にはその飽きたんじゃなくてサソリの家に行って見させてもらったんですサソリんちではいはいはい、はい、サソリんちにあんま行かなくなっちゃったからあそれで途中で自然的に自然消滅しますよあ俺結構いろんな漫画親父から借りたり友達から借りたりしてるんで
さ、ワイルドハーフって知ってる？結構昔の漫画なんだけど。どういう話ですか？犬とか猫とかが普通に、まあ普通の犬とか猫とかからたまに生まれる人型になれるタイプの。主人公が、まあ、いろんなことやっていくってやつかな。へえ。私もね、結構前だから覚えてないんだよね。ビーバージンは知ってるっすよ、それ関係だと。ほうほう。ビーバージンっていう。めちゃくちゃおもろい恋愛漫画。あ、そういうことか。ムカデ人間とかそういうタイプのものか。ムカデ人間って、ムカデ人間っていうな！いや、しばくぞ！それでしょ？だって映画はそれでしょ？ムカデ人間俺見たことねえんだよ、見たくもねえから。ああ、そうなんだ。あれね、あの、善人でやったらダメなんだよ。悪人でやったらただ笑える話になるから。うちも嫌だな。そうなんだ。私は結構悪人に対して厳しいタイプだから、ギラギラ笑う。ひしょい。普通にひしょい。ひしょい。否定はできねえ。でもちゃんと俺は情報として知れたことがあるから知ってるんですけど、確かムカデ人間3は悪人ですよ、ね。一応これやっとくか。ムカデ人間って確か48人の囚人ですよ、確か。へぇ、48人つなげるんですよ。48か、すごいな。なんかどうなんだろう、こうさ、結構その細かい話になるんだけどさ、48人でしょ、手術の仕方にもよるとだいぶこう、なんていうか現実的に考えると難しいよね。それにあのちょっと汚い話になりますけど、それ関係ない。ムカデ人間ってあれどういう仕組みかっていうと、あの一人目の、まあ、その排泄物を二人目のお口に流し込む系じゃないですか。そうだね。二人目までは分かるんですよ、うん、もう 4,5 人目には栄養分カスカスになってると思うんですよね。あ、まあそれはそうだね。だって排お排泄をさらにお排泄して、さらにそれをお排泄してるもんだから、うん、48人目になったらもう栄養ゼロだと思うんですよね。ないよね、そもそもそこまでいくかっていうのにちょっと疑問があるな、私は。そういう意味では普通によくは土地区屋さんとか、あれ土地区屋さんあるわ、おるやんけ目の前。マジで？距離はあったか、スパインだ。もう一回、あそこにいる。なんかちょっと見てくるわ。なんかいるよ、そこ。うん、知ってる。終わった。あ、いない、抜けてる。来てるよ、そっち。来てるよ。そっちに行く。に行く。ロー。一人に行くロー。ここはロー。俺、あの、あいつ使う、ドローン使う、俺。了解。どこや？なんか飛んできた、なんか。うん、あ、ほんと。なんか飛んできた。ここ3部隊いる。3部隊了解。戻ったぞ。ドローンからログオフした。これ、どこ待機する、これ。いやね、もうでもその辺でもいいんじゃない？強くないけど、一時的なら大丈夫でしょ。高台だしね、一応。うん。あっちが遅いか、あそこ行かん？あ、いいよいいよ。エリア切れるし。多分来ると思うんですよ、そろそろ。おる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 。やばいやばいやばい。危ねっ！ごめん、巻くわ。おると言ってたから。いや、あんなピンポイントいると思ってなかった。一人やってる、こっち、味方が。誰も見てないんだよな。どう使ったの？中入ったと思う。気をつけて、俺がドローンつけとくから監視はしてるから。後ろから来てる？後ろおるな。あ、あそこおるわ。後ろおるな、バリバリ。いって。
これやばいよこれ、ね、頑張って。あ、待って待って待って、何、はい、なるほど、ウェイ、これでアンチまで。なるほど、よく考えた、持っててよかった。めちゃくちゃ やれてるやんあれ、うん、真面目に。俺3部隊この辺、どう、どの辺、どの辺、あ、いいよいいよいいよ、この辺待機しといて、で残り2部隊近くに。ここに人みたい。いや持っててよかった。ナイスすぎましたね。あ、あそこにも人みたい。これ中にでもいいかもしれないこれ。本当ね。あそこ行ってもいい。敵がやり合ってくれるやつ。ああそうなんだ、そこ行こう。うん。これ撃ってるのか大丈夫そう。すればいいね。だったら奥のあれ取らん。いいよいいよ、全然いい全然いい。やり合ってんなあれ。クリア取っていくか、うん、そうね。じゃあ俺ここで待機するわ。俺これクレバー取ろうか。取っといて、俺クレバー使えないから。俺やり合ってくんねえかな。やり合ってるの、やり合ってる。深瀬さん、あっちか、了解。これ5位登ってる。おっと、なんで、な、俺マジで金アーマー拾っといてよかったわこれ。青24。ねえ、 G7 だと一気に才能開発する。先行かれてる、あそこ。マジで向こう取ろうか。今ならまだ間に合うかも。一人だけ見えたわ。わかんない、先行ってる、行かれてるかも。何人か、そう、あ、いるわいるわ。50入ってる、いっぱい。うわ、もういるな、何人かも。この辺にすべきかも、あれや、どっか。でもここ弱い、ここどこからも打たれる。ここ、この下とかはいいね、打たれやすいけど。でもここならまだまだギリギリ。あいつらやり合えばいいから。ここいるわ。俺ちょっとバレないようにこの辺で。俺能力か、俺クレバーか。ここに一部隊いるよね。あとここにも一部隊いるわ。やり合ってる、ここやり合ってる。やっぱそれ取りたいな、どうにか。危ない、ダメージな、削ってたんだけどな。240。ナイス。あ、なんか行ってるな。大丈夫。だけしかねえ。待って待って。リング閉鎖まで残り10秒。さあ急げ急げ。シールドをチャージ中。一歩ちょうだい。うん。ステルでいいから俺は。いや、あっちだな。
れさ、下からいかん、うん、これこっちからいかん、いいね、すごいすごい、いかんというか、この辺今待機で見てるんですよ、行き過ぎてもまずいような気がする、ここにいるわ、違う違う違う、ここにいるわ、はい、あーここにもおるわ、ここ場所作るか、いやここ下にいといた方がいいと思う、 これ撃たれるよ、これここにいるからだって、ウルト来てる、もうちょっと強いな、ちょっと俺守っといてくんない、もうちょっとしたらドローン動くから、一応上から来るかこっちから来るか、そうなんだよね、こっちから来るかダメージ入るようにしてるからいけると思う、おなんか割ってる、味方頑張ってくれてるけど、ちょっと待って、俺もうちょっとしたらウルト、もうちょっとしたらウルトがつくね、ちょっと見といて俺のこと頑張って、お願い、マジか、見といて、ギリいけたぞ、リブートする、リブートしといた、あーくそ降りてきた、頑張ってー、ナイス、残り1部隊、ごめん、上だ、ナイス、あと1人、こいつ、行ってるよ、よし、あと1人、あと1人、俺やばい、俺回復する、ちょっと見といて、俺回復する、冷静に、上にいる、そうなんだ、あ、ごめん、やられた、マジか、使って、冷静に、あ、やっぱ毒ガスだ、ごめん、いやー無理だな、あーごめん、いやー惜しかった、めちゃくちゃ惜しかったな、申し訳ねえ、いやこれはしゃあない、めちゃめちゃ惜しかった、これは頭上ケーキはエグいな。